サイフアルイスラムムアンマルアルカッザーフィーは、リビアの政治家、慈善団体代表で、リビアの最高指導者だったムアンマルアルカッザーフィーの、次男。日本では、政府イスラム氏などと呼ばれることも多い。母親は、カダフィ大佐の2番目の妻サフィアファルカーシュ。彼は、父親の体制を支える、有力幹部の一人であり、カダフィ大佐に代わって、広報と外交の役割を果たした。 カダフィ政権下では事実上の2であり、後継者候補と目されていた。イギリスへの留学経験があり、カダフィ政権下では独裁の緩和や、経済の自由化、欧米との関係改善に前向きだったが、2011年、リビア内戦では、反体制派の鎮圧を支持し、2011年6月27日には、国際刑事裁判所により、リビア国民に対する人道に対する罪で、 逮捕状が発行された。カダフィ政権崩壊直前には、国民評議会軍がトリポリに入場する中、外国人記者団の前に姿を現し、政権の健在ぶりをアピールしたが、トリポリ陥落とともに撤退した。その後は、サブ幅2割度と残る拠点が陥落し、カダフィ派の最後の拠点するとが陥落し、カダフィ大佐が殺害された後も逃走を続けたが、 2011年11月19日、リビア南部で、ジンタンの民兵に捕獲され、飛行機で、飛行機で、ジンタンへと護送された。2015年7月28日に、トリポリの裁判所に、内戦中に犯した罪で死刑を宣告されたが、身柄は、ジンタンの事実上の独立した当局の管理下にあった。ジンタンの勢力は、政府イスラムに対し、比較的寛大で、 リビア情勢が悪化し2014年リビア内戦が本格化すると彼は人艦の刑務所から釈放された。後に彼の完全な恩赦はハリファ・ハフタルが率いるとブルクを本拠とする政府によって宣言された。2018年には大統領選挙への出馬も囁かれたが内戦の激化でリビア自体が統一国家として機能していないこともあり実現はしていない。 なお、2005年4月には、愛知万博視察のために来日し、その際に、日本の TBS テレビのインタビューを受けたことがある。また、愛知万博において、リビアを、フレンドシップ国として交流していた田原氏も訪れ、渡辺火山の絵を寄贈している。ウィキメディアコモンズには、サイフアルイコールイスラームムアンマルアルカザーフィーに、関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。